いやいや、ちょっと私も頑張りたいですね。東京ドーム、2 days。始まりました。ミド、ミザリオールの音楽堂です。はい、ということでもうね、11月最終週なんですよ。もうね、今年もあっという間でございます。早速ゲストを紹介したいと思います。初登場でございます、しずきハウさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そんな立たなくて、別に立たなくて、別にそんな律儀に、初めてだ。番組3年ぐらいやってるから初めてだ。立って挨拶しようと。もう礼儀正しいのはすごい伝わりました。ということでよろしくお願いします。お願いします。はい。で、初めて、見る方もいると思いますので、自己紹介と活動歴、今までの。で、どんな音楽やってるかとか、そういうのを軽く、はい、ちゃちゃっと解説していただければと。お願いします。はい。じゃあ、まず、自己紹介をします。はい、ソロアイドル。うん、紫に月と書いて、しずきハウです。よろしくお願いします。はい、で、名前の由来とかそういうのもどんどん言ってこましょうか。はい、名前の由来はですね、はい、まず、紫という漢字は妖艶なイメージを、月は、私はあんまり明るいキャラではないんですけど、みんなを照らす存在になりたいので、お月様、ということで、紫に月と書いて、しずきで、ハウはハウはですね、なんかちょっと性格がよくふわふわしてるって言われるので、なんかふわふわしてる名前ないかなって考えた時に、ハウっていいんじゃないかと思って。あ、なるほどね。イントネーション的なっていうか、そういうインスピレーションを受けてハウになったんですね。そうですね。あと人と被らない名前。ね、確かに、あのインターネットで検索してもしずきハウ今のところ出てこないんで。ないですね。で、俺の見解なんだけどね、実を言うとしずきハウっていう名前っていうのをどういうもんかっていうのを研究したんですよ。実は。で、紫って、高貴な色なのね。すごい、貴族とかが使う時の平安時代とかは、色で段階があって、それが紫なの。はい。位が高いのが。なんだけど、反面、紫って人を不安にさせる色でもある。部屋の色とかにそうするしてはいけないって言われてる色なの。そうなんですか。紫ってすごい反面を持ってるの、実は。人、すごい高貴な色でもあるんだけど、不安にさせる色っていうのもあるんだけど、ただ、月ってさ、人を癒す力があるの。なんでかっていうと、太陽の光を浴びたことによって、その月の光って、太陽の光より癒しの力がすごいあるの。その月の光を浴びる。そうなんですね。ってことを考えると、ハウっていうのは何か高貴な存在で、ちょっと不安定なところはあるけど、何かどこか癒される力があるんじゃないかなというのが、俺のしずきハウ研究をね、今回ゲストにあたって、もう3日ぐらいハウのことだけを考えてたんだ。気持ち悪いって思ったから。ちょっと思ってんじゃねえかよ。違うわ。でも真面目な話。今回、これハウのこと、そういう音楽とかも含めて、ライブももちろん見てるしね。なんか、まあ、ここの話をすると、実は、まあ、事務所っていうかね、同じ系列の事務所でして。そうです。で、どんな、まあ、ほぼ同期みたいなもんですよ、俺からしたら。年齢は全然違うけど。ライバルです、ね。ライバルだった。ライバルとは俺はもうライバルだったんだ。じゃあアイドル頑張ります。はい、で、その、何紫っていうそのしずきって名前がすごい俺は気になってて、実はマジで勉強して。嬉しいですね、うん。だから今回にあたってはその妖艶な感じとか、それすごい合ってんじゃないかなと思って、これからそれを売り、もっと。ちょっとそうですね、引き出して。そう、いけんじゃねえかな。行きたいですね。で、その、さっき言った月の光のような癒す力っていうのもっと欲しいなって俺はね。ああ、そうですね、やっぱファンの皆さんを癒せるように、そうね、癒してほしいですね。ファンだけじゃなくて、もうその言ったらよ、アイドル界隈もう私一人で癒しちゃうわみたいな。これハートうまく作れねえんだよ、指の形。私も実は苦手です。あ、苦手なのやったんだ。はい、オッケー。で、さっき音楽性のちょっと話をね、戻すと、名前のところからね。はい。ワロック。まあ、どういったきっかけでその、まあ、やろうって思ったの？そういうところもちょっと実は聞いてみたかった。それも、ただやってみようっていう、まあ、そのアイディアっていうか、その、企画会議的なもので。曲なんですけど、事務所の社長に作っていただいていて、で、まあ私も和のコンセプトがすごい昔から好きで、はいはいはい、なるほどね。で、一致した
たいな感じですかね。なるほど、自分がやりたいっていうのと好きっていうのと、まあ社長とそのミーティングとかいろいろ重ねてきた上で持ってきたものが合致したってことだ。そうですね。あと、うん、まあ自分からも結構、うん、曲に寄せに行くように、うん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 、なるほどね。そうですね、しずきハウに寄せて。あ、なるほど。名前もね、そうだよね、和だからそういうところもあってってとこね。そうですね。しかも衣装がさ、この着物チックで。そうなんですよ。だいぶすごい寒くねえかって感じもするんだけど。いや、全然やっぱ生地がちゃんとしてるので、うん、寒いとかはないんですけど、寒いとかない着るのがとてもやっぱりね大変なんですよね。なるほどね。どの辺が大変。いやー、やっぱり本物の着物の生地を使ってるので、る、ね、扱いもすごい、そう、ね、ね、はい、大変だし、あとこの帯も、素敵なこの帯も、うん、結構きつめに締めてるんですよ、もうシュッてするために。でこれを上げられるのはマネージャーさんしか今のところいないっていう。それは必要なの、その情報は。その情報は必要なのか。そうなんですよ、まあ、まあいいや。なるほどね。あ、この帯を締めれるのはマネージャーしかいないと。今のところそうです。一応じゃあカメラ越しでもちょっとマネージャーさん、俺言っといた方がいいんじゃない。ありがとうございます、はい、これ大切、これ大切ね。ね、世界中にもしずきハウのマネージャーはちゃんと帯が締めれるマネージャーということが認識されるということでね。もしかしたらこれで仕事依頼来るかもしれないね。うちのアイドルも、ま、帯締めてて、帯のマネージャーさん来てくださいっていうね。もしかしたらこれきっかけ何が来るか分かんないからね。帯が締めれるマネージャーという売りになるかもしれないっていうね。まあ和のコンセプトと、そう、衣装、本物の着物を使ってやってるということでございます。はい、そしてここから大事な話でございますよ。ね、今回なんとミニアルバムをリリースします。ありがとうございます、はい、まずこのミニアルバムのリリースの経緯もちょっと聞かせてちょうだい。あの、なんでリリースになったかっていうか、ほら動員があってなったやん。あ、そうですね、まず9月20日にですね、はい、私、初めてのバンドセットワンマンライブを開催して、うん、そこでですね、あと動員のミッションを、うんうんうん、みんなと協力して達成することができまして、しずきハウファーストバンドセットでのワンマンがクラブサイエンスでね、はい、ありまして、それで50人達成まずしようっていう、なんかいろいろやったんだよね、 YouTube とかでね、企画やったりとか。そうですね、あの X 使って来てくれみたいなのやったら来てもらえたと。やりました。もうみんなと協力して本当に達成した数字で、でそこで、ご褒美ってわけじゃないけど、それを達成した、まあね、報酬というと生々しいけど、それによってぶち上がった企画がというか、今回のこのファーストミニアルバムということになりまして、ミニアルバムのこちらね、リリース日とタイトルをお願いします。はい、12月25日、はい、私のアイドル始めた記念日なんですよ、ちょうど12月25日っていうのは、その日に、はい、なんと初めてのミニアルバム、うん、奇跡をリリースと、奇跡、初めてのミニアルバム、うん、奇跡をリリースいたします。はい、あのね、これね、すごい、まあ奇跡っていうのは何でかっていうと、まあ読んで字のごとく、木っていうのは、これ、あの、車辺が入って、車輪とか車が通った後ってことなの。その人が通ってきた道とか、そういう意味での奇跡木。あとね。そうですね。なんで、奇跡だと、ミラクルの方になる。こっちね、この奇跡は落ちるのね。これ発音ね、覚えておいてね、リリースするから。奇跡がリリースいたします。はい、ワンマンだけどクリスマスにリリースということで、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。こちらね、SE 入れて7曲ということでございます。そうですね。はい、ということで、じゃあ曲紹介ですね、お願いします。はい。はい、じゃあまず CD になっていない楽曲で、うん、はい、スティグマ、はい、これもうスティグマね、スティグマ、奇跡みたいなイントネーション、ちょっとごちゃになってるぜ。スティグマ、スティグマ、ちょっと、ちょっといろんな意味で俺がだんだんちょっとつぼってきた。奇跡とスティグマ混ざっちゃって、スティグマになってるけど、スティグマ、これはまっすぐなイントネーションで、そうですね、はい、はい、スティグマ、はい、はい、オッケーオッケー。続いて麗しく染まる世界、はい、次に桜花、はい、次に記憶ですね、はい、なるほどね、新曲で、うん、
奇跡。うん、奇跡。うん、はいはい、オッケーオッケーオッケー。そんな俺、見ながら書く、奇跡。大丈夫大丈夫、普通に言ってもらえればオッケーだから。奇跡と、月しぐれですね。はい、の2曲が。新曲です。新曲です。はい。ということでね。まあ、いろいろ曲解説していきましょうか。まずその2曲からどうですか、まあ。まずもう歌ったりとかしてるわけでしょ、これは。してますね。ライブで披露されるわけ、はい、どうですか、曲調とか、あの自分の中でこういう感想とかなんかあるって言ったら。結構やっぱ新曲大好きで、うん、新曲大好き、なかなか聞くの結構やっぱ上がったばっかりだと何回もやりたくなっちゃうんですよ、うん、ライブで。なるほどね。そうなんですよ。だけどみんなも結構、うん、奇跡の方は初めてみんなと歌うところがあって、うん、あーなるほどね、うん、ウォー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 、ああ、いわゆる歌うんですけど、ポンスじゃないけど、ハウが歌ったところでみんなで歌うみたいな。そうですね、うん、一緒に歌う感じで楽しく盛り上がれる曲になっていますね。で、それが、奇跡か。はい、それが奇跡で、ね、月しぐれは、はい、しっとりバラード曲となっていて、うん、みんなにじっくり聴いてほしい、聴かせる瀬戸りの時に組んだりして聴いてもらってますね、みんなに。まあ、これ、最近だとネット界隈であるんだけど、アイドルのライブってバラードやんないじゃんみたいなのが、ちょっと、X で上がったりしてたんだけど、そうですね、これ、ハウとかは、ワンマンとか、例えば主催とかで、そういう、聞かせたい時には、こぞという、うん、曲の内容は、雨のモチーフ、うん、になっていて、まあ、私の大事なライブの日って、いつも結構天気が悪いんですよ。あ、なるほど。雨とか、はい、ひどい時とか、すごい時は台風だったり、すごいね。ルナシーか、しずきハウみたいなね。ルナシーもね、ライブでよく台風になるって聞くから。ライバルですね。ライバル、おおおおおお、このライブエディソンで、ルナシーライバルっていうアイドル出てきたの。冗談です。これ字幕バッツリバーンって後で編集だろ。いやいや、ちょっと私も頑張りたいですね。東京ドーム、2 days、いけるぐらい。皆さんに追いつけるように。ちょっと一瞬血の毛が引いてしまう。マジか、ライバルって言っちゃったよ。いや、でもいい。それぐらいの気持ちがあれば。そうですね、やっぱ雨、うん、雨といえばしずきハウ。ああ、なるほどね、はい、ライブでちょっと天候悪いぞと言ったら、ね、ハウの、例えば、でもそういうのってさ、日常からハウが染み込んでるっていうかさ、ファンとかお客さんが含めてさ、あ、今日天気悪いって言ってハウイメージしてもらえたら、それはそれでもう勝ちじゃん、言った世間を味方につけたわけだから。そうですね、結構今もファンの人は、うん、あ、ハウちゃんの大事な日はいつも雨だねってよく言っていて、ファンの人すげえロマンチックな言い方するんで普通になんかかっこいいこと言ってくるけどでもそれだけイメージがついててファンの人にも浸透してるってことは、その今の曲もなんかイメージしやすいしさ、うん、そうですね、はっきりとなんて言ったんだけど、ハウのことはこれからも天気を含めて好きになるぐらいになっちゃうんじゃないかなっていうの、なんか今俺話聞いててね、俺も後でミニアルバムまあ買いたいと思いますんで、ライカイジソンで買います。先言っとこうかな、ライカイジソンで買います、お願いします。はい、じゃあ特典会も行こうかなとリリースあるということで、そして曲ね、他の曲もちょっと解説していきましょうか。はい、続いてじゃあスティグマ行きましょうか。はい、スティグマはどんな感じの特徴？スティグマはですね、うん、キラキラアイドルソングとなっていて、私が初めて作詞に挑戦した曲となっています。なるほどね。でもスティグマって意味は分かってた？そうですね、まずそのタイトル、うん、テーマっていうのは社長に作っていただいて、うんうん、そこから自分で検索して、あ、言葉の意味とか、まあ、自分なりにこう汲み取って書いてみた曲です、うん、なるほどね、そのテーマがありきで、その中でハウの思うことだったり調べてみた言葉がその散りばめられてるって言ったらいいのかな。そうですね。結構時間かかった、やってみて。時間かかりました。もう夜中まで。夜中まで。え、じゃあな、もうその、例えば自分ライブやったりとかして、あ、今見てて、家帰ってとかで夜結構やったりとか、そんな感じ？そうですね。なんか、うん、こう書くじゃないですか。うんうん、そっからまた、違う言葉が浮かんできて、うん、あ、こっちにしようみたいになって、めちゃくちゃ迷って、うん、もう最後の最後、行けって送りました。これだってみたいな感じで、そこの行けはすごいです。行けっていうのは。なるほどね。あ、でも、これ、初めて作詞も挑戦したというのが、ティグマイ。そうです。じゃあ続いて、ハウ的には、じゃあ次何の解説行こうかな。石ぐらい行った、奇跡行った。え、記憶行ってみようか。記憶、はい。記憶はですね、あ、まず経歴を話してなかったんですけど。入れとこ入れとこ、はい。
私、グループ活動をしてから、はい、ソロ活動に今3年やってるんですけど、その中のグループ活動の時の楽曲にも使われていた楽曲で、はいはい、私も結構思い入れがある曲で、結構しずきハウの一番好きな曲はで記憶が上がることも多い曲となっていますね、うん、はい、それはだから記憶っていうぐらいだから曲タイトルにもある通り自分の活動の記憶も一応重なってんじゃないかなっていうのはある、そういうところはやっぱり重なってます。お、結構じゃあまあ大変だったことも楽しかったこともその記憶として、そうですね、結構ある結構あります、結構あるっていうことは、その中で例えばなんだけど歌っててやっぱりどう、そういう風になんか思い出したりとかする、やっぱいい意味で思い出しますね。ほう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 、歌ってて、そうですね、ほうほうほう、グループ活動してる中の時のこととかとか、ソロでも歌ってんだもんね。そうですね、もう、うん、全部の記憶が、うん、いい時の記憶が結構、あ、でもそれでポジティブになるっていうのはね、その歌って、そうですね、なんかね、逆に沈んでしんどいわってなるぐらいだったね、その楽しい記憶がその記憶を歌ってることによってまた蘇ってくるって、ね、活動にも前向きになれるもんね、そうするとね。そうですね、なるほど、ありがとう。で、まあその楽しかった記憶っていうのもね、蘇りつつも、その、今回なんかお客さんからそういうリクエストがあったみたいな話があって。そうなんですよ。結構多くいただいて、うん、リクエストに応えた形で。そうですね、初めてその。そうですね。もちろんそのハウの今まで見てきたお客さんもいるわけだもんね。ソロ活動になる前から知ってるお客さんもいるから、うん、そのお客さんも含めて、今回じゃあ、楽曲そのなんていうのリクエストっていうのは今までの中で多かったってことだね。そうですね。これあれ例えばだけどチェキの特典会とかでも言われたりとかしたこともある、なんか記憶良かったよみたいな。ありますあります、あるある、記憶 CD ありますかとかもよく聞かれてたので、ね、あ、いやそれは待望のってことなんだね。そうですね、なるほどなるほど、 OK です、ありがとうございます。ではその続いて、うるわし行きましょうか。うるわしはですね、はい、私がソロ活動を始めたての時の曲となっていて、うんうん、ソロ活動で一番最初に出た曲ってことね。そうですね、なのでやっぱり思い入れもあるしっていうこともあって、それもまた記憶と違って、それは新しくだってスタートを切ってしずきハウになりましたよってところからの曲だもんね、それは。そうですね、なんで、あ、じゃあそれもやっぱり自分の中で歌ってたりすると、だからその時の思い出もたくさん詰まってたり、それはやっぱり初心に帰るってところもあるのかな、活動してる中で。しますね。まあそれはやっぱりさ、さっきの記憶ともう麗しもそうなんだけど、やっぱり今まで積み重ねてきたもの、そして始めてからのことっていうのが曲にだいぶトレースされてるっていうかさ、投影されてんだ。どう、それは歌ってて投影されてるんですけど、うんうん、一番自分的に今回再レコーディングした時に、うんうん、一番自分的になんか声の感じが変わったなって感じる曲かもしれないですね。その自分の成長とか進化とかそういうのが見えたってこと。そうですね、まあ、あとあれだよね、ライブタイトルにもあったけど、どこかで覚醒って言葉がほら前あったじゃん。覚醒、うん、どっかでしたんじゃない、そういうのって。そうですね、20歳の誕生日の時に覚醒しました、うん、おー、した。それで今回歌ってみて、じゃあやっぱりそのうるわしはちょっと自分の中で変わったと。変わりましたね、うん、もうけど私のこと知らない人が聞いても、うん、聞き比べて、うん、全然違う人に、あ、人まで違うぐらいそういう感じる気がする。そうです、なるほどね。それぐらいじゃあるってことは聞き応えがまた違うね。そうですね、楽しいと思います、うん、なるほど、ありがとう。あとはその SE があると。そうですね、 SE か、まあ、始まりのね、やっぱこういうんでなんていうの、気持ちを盛り上げていくとか、そういうところだよね。そうですね、 SECD になったのは初めて、うん、おー、なるほど。今回のそうなんですよ、ミニアルバムに作るにあたって、そういうの初めて、はい、初めてで、じゃあこれを聞いたら、まあ、なんていうの、気持ち的に気持ちが、そうですね、電車とかでちょっと聞いてみたい感じ、まあ、電車で聞く、まあ、逆にドライブとかなんかあえて電車なんだ、そこあ、いいですね、そういうとこも大事、電車でそういう風に聞いて行くとなんか盛り上がるんじゃないか。そうですね、ライブ会場のように。ああ、なるほど、そうやっていくとライブ会場のように感じるかもしれない。なるほど、ありがとう。さあね、まあこれでミニアルバム発売ということでございまして、まあもちろん物販でも発売するし、まあ来回損でも発売しますので、まああと、まあ、CD ショップ、概要欄にね、詳しく書いておりますので、ぜひご購入のほどお待ちしておりますということでございます。さあね、これね、まあ CD の話が出たら次はやっぱライブでしょということで、今度は主催ライブが決まっているということで、おめでとうございます、はい、ありがとうございます。
さあ主催ライブが決まったということで、まず日時をお願いします。日時の会場。はい、12月30日、はい、年の瀬、はい、2024年終わるぜって時にやるわけね。そうですね、はい、会場は、会場は新宿サイエンスさんです。サイエンスということで、まあそのタイトルお願いします。タイトルは、はい、主催のタイトルね、年忘れ、うん、デカチャンサイデラックスです。はい、3ね、3ね、デカチャンサイデラックス3だよね。3です。はい、ボリューム3ということでございますね。今までね、ハウね、主催イベントやってきた中で、今回は年忘れってことでね、その年嫌なことあったこともいいことあったことも含めて全部ライブで忘れちまえみたいなことでね、2024年。そうですね、はい、ということでこちらなんですけども、じゃあ早速出演者もじゃあバンとお願いします。出演者の皆様は、はい、君とのセンチメンタルさん、はい、シェリーさん、はい、ディアブルボアさん、はい、ネオアスさん、はい、ネムコさん、はい、羽生ゆかさん、はい、プリマさん、はい、ベイビーインスパイアさん、リマインさん、はい、リリックホリック歌劇団さん、ルクリアさん、はい、ルーパニックさんでございます。はい、で今言った中で、番組だとおなじみなのが、ルクリアね、そして、羽生ゆかさんね、そしてディアブルボア、そして、先日、ゲストに来ていただいたシェリー種からシェリーになったね、シェリーも出演するということでね、はい、ありがとうございます。こんだけたくさん出るということでね、大体のメンツはもうあれだもんね、対バンしたりとか、そうですね、イベント出たりとか、あとその主催イベントにハウが出たりとかもね、はい、ルクリアなんかそうだよね、確か仲良くさせていただいています、ね、ルクリアよろしくお願いします、ライルですみたいなね、ライルさんこんな声だよね、確かライルさん見てる、あんまそれさておき、それさておきね、こんだけの、たくさんの方が出るということでございますね。さあそしてね、私からオープンとスタート言わせていただきます、はい、13時半、お昼の1時半でございますね。そして14時、さあということでしてね、もうその日1日終日ね、楽しくやってるということでございますね、はい、で鳥はもちろん年忘れね。そうですね、その日の2024年の、もう実質その日は週のライブ納めになるのかな、やっぱもうライブ納めになるし、うん、私のアイドルの活動3周年記念主催ライブとなっているので、これはそうですね、はい、盛り上げていかないといけないということでございます。そうですね、しかもこの日のライブなんとハウ半ステージ、はい、ということで、もちろんこれもなんだけど、ところどころでこれ出るぞと。そうですね、いうことで、これぜひぜひね、もちろん他のファンの方もなんですけれども、ファンの方もみんなが楽しめるライブですので、はい、お越しくださいということでございますね。もうお願いいたします。ハウはなんかこの中で気になるアーティストさんとか、特に、あ、私も見たいなとか言ったら教えてくれないか。そんなの全員見たいですよね。全員見たいですけど、特にまとそれは全員見たいけど、ね、そうですよ、もう、まあそうなんで、全部おすすめということね。そうですね、なんで全部見てほしいということでございます、はい、しかももうこの日本当にライブ納めの人も多分いると思うから、この日はねぜひサイエンスにお越しいただければと。私もお願いします、行きたいと思いますので、ぜひ、しかもこの日は3周年のお祝いと。3周年のお祝いですね、はい、なのでぜひぜひサイエンスお越しくださいと。チケット、こちらも、SNS やってますので、ぜひチェックしてくださいということでございます。はい、はい、もうこの日はじゃあ歌いまくるわけだ。そうですね、もう歌で感謝の気持ちを、私のことをずっと見てくれているファンの皆様や、まあ、気になってくれてる方も全員に感謝の気持ちを伝えたいので、12月30日はしずきハウと一緒に新宿サイエンスさんに来ていただけると嬉しいです。はい、ということでありがとうございます。なるほどね、もうこれはね、あのぜひぜひ、いつも番組見てる人たちにはもう言ってるんですけれども、あのビジュアル系とかアイドルだとか、あのガーズバンドとか関係なしに、ハウもぜひ見に来てほしいなと思うんですよね。そんなジャンルとか関係なしに、もうぜひぜひハウの、さっき言ったあのバラードとかね、ここぞとかもしかしたら聞けるかもと一応匂わせとこうか。また歌うというよりかは、歌うかもよぐらいの方が絶対お客さん気になると思うんで、だから先ほど言ったバラード、ちょっと歌うかもよという、聞かせるかもよという匂わせておきますので、気になった方はぜひ12月30日、クラブサイエンスでしずきお待ちしております。お願いします。頑張って作ってますということでございます。ということで、そんなハウからプレゼントいただきました。はい、ということでこちらのじゃじゃんチェキでございますね。ありがとうございます。こちらなんですけども、まあライカのバッグに取ったものでございます。こちらなんですけど、後でサイン、はい、あの、はい、もう思いっきり、はい、書かせていただきます。思い
っきり書くんだ。すげえ、どうしよう。字でかみたいな感じになったらどうしよう。まあでもこれ、ね、こちら、ハウのライカをバックにした、サイン付きのチェキを抽選で2名の方にプレゼントしたいと思います。こちらのプレゼントの応募方法なんですけれども、こちらのライカエジソンの、オフィシャル YouTube チャンネルのチャンネル登録、そして、公式の X を、フォローされた方の中から抽選で2名の方にプレゼントいたしますので、ぜひぜひご応募お待ちしております。お願いいたします。はい、ということでね、ちょっともうね、そろそろお時間になってしまいまして、今週はちょっと一周でなってしまいまして、まあ次回また来たら、ちょっと音楽のもっともっと深い話とか、いろいろ聞いてみたいと思いますので、はい、最後にね、ちょっと、ハウから、ちょっとメッセージというかね、で、先ほども言ったんですけど、ちょっと敏腕マネージャーから、ちょっといろいろ、いろいろ話聞いてるんで、はい、ちょっとその辺をバズッとお願いして大丈夫でしょうか。はい。はい、私、なんと、うん、来年にリリース記念の、うん、初めての東京ツアーを開催いたします。はい、おめでとうございます。都内ね、都内のツアーだよね。都内のツアーで、はい、タイトルが、うん、原点回帰でございます。はい、原点回帰ということでございまして、ちょっと私が補足させていただきますと、その、9月にね、バンドセットでワンマンやったんだよね。はい、そうで、ね、50人ドインということをミッションクリアしたところで発表になったんだよね。そうです。はい、私もね、その話を聞いて嬉しくなりました。もう親心じゃないんですけれども、今回、月1ずつもあるんだよね。そうですね。はい、2025年の、はい、1月23日、はい、新宿モーションさん、はい、2月14日、はい、巣鴨獅子王さん。バレンタインじゃないですか。そうです、はい、バレンタインですね。でラストがなんと、はい、3月24日、はい、私の22歳の誕生日、はい、そちらがですね、なんと会場はシークレットとなっています。こちら1月2月3月それぞれ都内でツアーを回るということでございますね、はい、まずは1月新宿モーション、2月バレンタインで獅子王、そして3月は、12月30日なんか発表になると言ったんで、はい、これはじゃあもう知りたければ、まずはじゃあさっきの話じゃないけど、年末ね、年忘れに来いということでございますね。そうですね。はい。しかも、タイトルが原点回帰ということで、初だよね、これもツアーも。初のツアーで、もう皆さんのおかげで達成できたミッションで、うんうん、はい、もうずっと挑戦してみたかったし、はい、来年は、うん、アイドルを始めて4年目に私もなるので、うん、もう気合を入れてみんなと挑戦していきたいということで、うん、東京ツアー開催させていただきます。はい、もうそれだけのね、思いがあるということでね、もう、バンドセットのワンマン、そしてね、主催もやってきたと、そしてミニアルバムリリース、そして限定解禁ツアー、はい、いうことでございますね。本当これ頑張ってくださいね。本当にこれちょっと私もできる限り行きたいと思いますので、応援してきますので、原点回帰に触れてもらってます。いいですよ、原点回帰触れていきましょう。はい、はい、原点回帰というタイトルはですね、はい、私が初めて生誕ライブ と、うん、とワンマンライブで出演させていただいた、はい、今までアイドル人生でいろんな思い出が詰まった箱となっていて、その思い出をですね、さらに進化したハウでみんなと一緒に輝いていきたいので、うん、ツアーで回りたいなということで、うん、はい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 、モーションもそうだ、はい、ワンマンをやった会場か。そうですね。で、獅子王も、はい、主催もそうだし、いろいろやってきたもんね。そうですね。ありがとうございますということで、まあね、ちょっといろいろまだまだ多分話足りないと思うんだけど、今週はもうね、ここまでで、またぜひあの番組ゲスト来てください。はい、そしてまたいろいろね、話したいと思いますんで、ちょっとその時には、そしたらそうだな、次はお酒でも飲みながらやるか。あんまお酒強くない。あ、強くない、強くなくても大丈夫大丈夫、まあ、もしくは大丈夫大丈夫、あのその辺はあのザリさんが楽しくやってくれるんでじゃあまあということで、今週はここまでということで、はい、じゃあ最後に一言バズッと締めていただけますか。お願いします。はい、みんなこの番組を見てくれた皆さんに少しはハウのことを知っていただけたかなと思います。まだまだしずきハウのことを知ってほしいので、はい、私のライブをぜひ見てくれると嬉しいです、はい、12月30日は絶対絶対絶対来てほしい。私のアイドル3周年記念、うん、年忘れ、どっちもたくさんみんなと盛り上がりたいので、ぜひ来てほしいです。お願いいたします。はい、ありがとうございました。ゲストはしずきハウさんでした。それでは皆さん、また来週。